中国政府は記録的な猛暑による干ばつで農作物への被害が広がっていることを受け、およそ2000億円を拠出し対応にあたると発表しました。こちらの水田来月収穫予定だったんですが、水がなくなってしまい、全ての稲がダメになっています。こらの水田は、こ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 のに水田が水田を吸っています。 1961年の統計開始以来最も暑い夏となった中国では国内最大の淡水湖・波陽湖の面積が例年の33%にまで縮小し周辺の農地が水不足に陥っています各地で干ばつの影響が広がる中中国政府は24日の会議で日本円でおよそ2000億円を拠出することを決定しました。